あ、そっか。で、B が3日に1回になってましたよね、はい。ちょっと難しいけど、4日に1回にしてください。あ、4日に1回。4日に1回。あ、わかりました。一つ間隔を空けて、はい、いたいかなと。週1ぐらいまで持っていけるといいかなと思いますので、はい、ステロイドの方ね。はい、じゃあこれ。あ、あとは、誘導色の注射器 の、 あの先端の金属の部分を。ダメになっちゃいました。なんかね、ちょっと詰まったり詰まんなかったり。誘導色のが溶けてないのかもしれないんですけど、一回さ、あの、まあ一応出しますけど、ええ、あの、煮沸してみてください。煮沸、うん、グツグツお湯で煮て、はい、そ、柔らかくなるじゃないですか、はい、3分ぐらい、それでちょっと押してみて、はい、あ、わかりました、うん、はい、一応出すは出しておきますんでね、はい、だから、やり終わった後にツッとちょっとお湯を入れて、ええと、しばらく置いてから洗った方がいいかもしれないですね。あの、こっちの方も、うん、そのカニューレの方、あ、カニューレの方詰まっちゃうとちょっとさすがに、でもよっぽどこう、うん、まあ一回じゃあ煮沸してからちょっと洗ってみてくださいね、それはね。もう一回実はちょっと新しいのに交換して、うん、はい、でもダメだったら新しいの交換します、はい、はいはい、じゃあ一応カニューレは1本出しておきますね。はい、お願いします、はい、じゃあお薬とカニューレ出しますね。はい、すみません、はい、お願いします。ありがとうございました。